リーダー流してもいい。あ、流してもいいです。どっちでもいい。流しましょうね。じゃあまたタイムアップ。今日6月10日です。はい。あと45秒だ。はい。お疲れ様です。はい、はい、では30秒後に行きます。はい、録音のスタートは僕がやりましょう。今週も始まりましたアニマーニキノデです。カバー沖縄、今日の1曲目は君になりたいピチカート5。はい、それではツイキャスでご覧いただいている方は何が何だかよく分からないかもしれませんけれども、ただいま、ここは6月10日、午後8時になっております。はい今これ収録放送で今収録中でございます。はい、適当にね、あのツイキャスの方でコメントいただければ読みますので、後でよろしくお願いします。桃先生、今は6月10日ですから来週の金曜なんで、はい、忘れないでください。今日何話しますか？何がいいですかね。収録放送なんでさ、話す内容決めてないってやばくない？そうですね、ダメだよ。今日はじゃ あの沖縄の飲み物、沖縄の飲み物というお題でお話したいと思います。はい、そういうわけでね、7時36分までお付き合いください。収録放送です。はい、琴音さんこんばんは。どうもお疲れ様です。こんばんは、よろしくお願いします。今日は6月10日という設定でございます。これ収録放送で現在収録中でございます。今日はね、沖縄の飲み物ということで、お届けしたいと思います。沖縄の飲み物といえば玄米ね。玄米知ってる？玄米、うん、知らないの？玄米、ミキ、ルートビール、ゴーヤジュース。ゴーヤジュースね。他にどんな飲み物ある？泡盛、うん、オリオンビール。うん、オリオンビール有名ですよね。飲み物なのかな。はい、時間間違えてないですよ。あの今日、今は6月10日という設定でお届けしますんで、収録放送ですので、はい、よろしくお願いします。はい、埼玉の剛さんどうもです。埼玉の郷さんか。氷が降った埼玉です。氷ね、俺もね、だからね、あの東京に住んでる時はね、年に1回ぐらいは氷とかあられが降ってきてね、よくあの窓とか、まあ自分家は開いたことないけど、近所のね家の窓とか穴開いてましたね。沖縄はね、氷とかあられ降んないからね、親の中やられちゃいました。また後でね、あの皆さん、今音楽オープニングというか1曲目の最中、うわー、もうこんな曲でばったりすぎるわな、すごいな。
はい、そういうわけでね、今日のオープニング1曲目、アニマニキュレデスカバ沖縄オープニングの1曲目は、ピチカート5で君になりたいでした。そういうわけで、ボンボ先生こんばんは。こんばんは。今日何月何日でしたっけ。今日は6月の10日です、うん、6月の10日ですね、はい、何曜日でしたっけ。金曜日です。はい、金曜日です。はい、そういうわけでね、今日のね、あの放送は収録でお届けしております、6月10日ということでね、まあ、ツイキャスの方で今流れてますけれども、ツイキャスの方でもね、6月10日の方が本放送ですのでね、よかったらあの本放送の方でも聞いていただけるとありがたいなと思います、はい、そういうわけでこの番組は FM ギノワン地上波 FM79.7MHz FM ギノワンからお届けしております、またね、インターネットの方ではツイキャス、YouTube ライブ、それから、リスンラジオの方でお届けしております。リスンラジオの方では、CM 音楽すべてお楽しみいただけます。地上波と同じようにね、お楽しみいただけますので、ぜひそちらの方でも聞いていただけると嬉しいなと思います。あとツイートキャスティング、ツイキャスの方ではコメントいただけると読みますのでね、どん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 コメントのいただけるとありがたいと思います。というわけでボンボ先生よろしく。はい、Welcome back to our channel. This is Rediscover Okinawa, presented by Anima Aniki and assisted by Bombo Sensei. You are listening to 79.7 FM Ginowan, which is a slot from 8 p.m. on Friday. And you will enjoy our radio also in YouTube Radio, Twitter Casting, Listen Radio. At the Listen Radio, you will have enjoy with commercial and music. Thank you. はい、そういうわけでね、今日はね、沖縄の飲み物、はい、いやボンボ先生アシスタント、ね、なんですから、アシスタントが返事してくれないと始まらないからね、うん、はい、いちいち返事してくれないとね、一応ラジオ番組なんで大きくうなずいてもね、ツイキャスの方とかね、あの YouTube ライブの方ではね、うなずいてるの見えるんですけど、あの地上波のラジオで聞いてる人はうなずいてるの全く見えませんので、本当ですよね、はい、声でちゃんと返事してくださいね。返事してよ、うん、はい、はい、そういうわけでね、今日はね、沖縄 の飲み物、はい、飲もみもじゃなくて飲み物、うん、ね、よく俺わざとね、飲もみもって言ってるんですけど、飲み物です、沖縄飲み物についてね、ちょっとね、なんかお話したいと思ったんですけど、はい、で、なんでそんなこと言うかっていうと、昨日ね、うん、あの A&W、うん、まあ沖縄語で言うと、沖縄語で言うエンダー、うん、ね、略して言うと A&W、うんうん、正式名称なんだろう、 A&W、A&W じゃないんですか、うん、A&W でね、はい、あの昨日ルートビア飲んでて、うん、ね、ルートビア美味しいんですよ、うん、ね、でおかわり、ね、お店で飲むとおかわり自由だから、おかわりして飲んでたら、うん、美味しい、県民の飲み物で美味しいよって書いたら、なんかツイッターに書いたらね、うん、あの湿布とか書かれて、うん、湿布飲んでね、チキショーとか思って、うん、でボンボ先生はルートビアは好きですか。あのボンボ先生は飲めないです。なんで飲めないの。まず、うん、あの炭酸が飲めないので炭酸飲めない、うん、そうなんですよ、うん、なのでちょっとだけね、味見したことあるんですけど、うん、ちょっとあの飲めなかったですね。え、だってなんでドクターペッパーとかペプシあのコカ・コーラと何も変わらないと思うんだけど、あの、うん、アニマンさん、そのドクターペッパーの話するんですけど、うん、ドクターペッパーはちょっとわからないですね、うんうん、ドクターペッパー飲んだことないの。ドクターペッパーないんです。あ、ドクターペッパーとだってルートビアとあんま、うん、もう俺コカ・コーラも何も全部同じだから、全部なんか一気飲みで飲んでるから、喉越しだけで飲んでるから、もう全然味なんか考えたことない、うん、あ、まあ炭酸はねやっぱり喉越しね、大切ですよね。そうそうそう、うん、で沖縄の飲み物といえばじゃあ、うん、あの他にもどんなものが思い浮かびますか。第一に思い浮かぶのは三品茶です、うん、私。三品茶、うん、三品茶って地球中で飲まれてんじゃないの。なんか外ではジャスミン茶って言ってんのかなって思います、うんうん、ジャスミン茶だね、ジャスミンティーって書いてあるね、うん、うんうん、そう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 、ジャスミン茶でもね、一時期ね、沖縄にね、自分が引っ越してた時ね、うん、ジャスミン茶ってのも売ってたのよ。三品茶のほかジャスミン茶売ってるわけ、うん、同じだろうと思って飲み比べたら、うん、匂いがジャスミンティーの方が匂いが強かった。どこだったっけ、どこ伊藤園かなんかどっかね、どっかで出してたんですよ、2種類ジャスミンティーと出してて、一時期20年ぐらい前に、どこだったっけかな、そしたらジャスミンティーのね、だから匂いが強すぎて、うん、こうガバガバ飲めないもんだから、うん、あんまりなんか人気なくて、
三品茶ってなんかジャスミンティーって書かれてるものよりは若干匂いが弱い気がするっていうか、うん、飲みやすいぐらいのね、あの濃さになってるような気がするんですよ、うん、自分としてはね。多分他にも同じような感覚持ってる人いると思うんですけどね、うんうん、三品茶、そうね、三品茶、県民の飲み物といえば三品茶か、うん、アイステ、アイステアイステアイステは砂糖絶対入ってるんでしたっけ、うん、あとわら、うん、わら、あ、わら、わらよ、わら、アイスわら、すごいですよね、うん、アイスわらと、うん、アイステ、テー、うん、ね、テー、はい、うん、和紙ミルクは、あ、和紙ミルクはあのないです、見たこともないです、あれ飲み物じゃないよな、和紙ミルクはな。え、和紙ミルク知ってる？いや知らないです。和紙ミルク知らない？わかんない。でもあのいちごにつけるミルクですよね。そうそうそう、コンデンスミルクってやつね、和紙ミルク。え、なんで今それ追加したんですか？え、なんかミルクとかだから、ね、ああなるほど、飲み物と勘違いしてくれたらいいなと思ってあーなるほど、うん、もう一時期ねうちにかき氷機があって、うん、もうかき氷作ってはもう上から和紙ミルクばっかりかけてたねえ、やめられないですよね。和紙ミルクかき氷、和紙ミルクかき氷、こればっかり。まあ、飲み物じゃないけどね、うん、他にの沖縄の飲み物って言ったらなんだろうね、三品茶、うん、でも大体、でもさ不思議だよね、三品茶ってあんまり、うん、食堂で出てないよね。え、そうなんですか？食堂で出てくるお茶って大体ほらアイスティーじゃない。アイスティーね、砂糖入ってないアイスティー、うんうん、砂糖必ず入ってるんじゃなくてアイスティーは、うん、あれはだから、なんていうのかな、食堂によってはすごい甘い、うん、で食堂じゃなくて喫茶店とかでアイスティーが、お冷やの代わりにさ、切ってもおかしくない、喫茶店でアイスティー出てくんだよ、うん、お冷やの代わりに砂糖が入ってない、スペシャルですよね、ね、うん、それなのに別にアイスティー頼んでるんだが俺なんかいつもえ、なんでアイスティーの方にはアイスティーはもうちょっと濃く入ってて、お茶濃く入ってて、はい、さらにレモンかなんか浮いてる、うん、味がちょっと濃い、作り方がちょっと違うんだと思う。なるほど、それは頼みたくなっちゃいますね、うん、まただから、うん、そうね、沖縄、そう、内地と、まあ、内地の場合どこ行っても大体もう喫茶店とかね、食堂入ってもお水でしょ、お水とか、うん、あとまあ店によってはね、麦茶とか、うん、あったかいお茶、うん、ね、沖縄の場合あったかいお茶って言ったらとんかつ屋さんぐらいしか、とんかつ屋さん行ったらあったかいお茶が出てくるけど、うん、頼まないとあったかいお茶って基本的に出てこないし、うん、だいたい冷たい麦茶かアイスティー、うん、砂糖が入ってないアイスティーか、うん、そんな感じだね。水、うん、水のところもあるけど、昔はでも水少なかったよ。二十、うん、数年前引っ越してきた時は、うん、だいたいもうどこの、食堂行ったら必ずもう、うん、もうなんていうの、アイスティー、うんね、砂糖とレモンが入ってるアイスティーに、なんだろう、まあそうだね、レモンがちょっと入ってるかな、入ってない時もあるけど、うん、うん、今は砂糖とか入ってるとこ珍しいかな、うん、花ヶ瀬食堂とか有名なところはね、うん、もうちゃんと入ってるけど、うん、お砂糖とかまだ未だにレモンとか入ってますね。スペシャルですね。でも食堂で三品茶が出てくることってないね。そうだね、あんまり三品茶が出てくる食堂はあんまりないわ。沖縄料理屋さんでたまに観光客とかが入るも来るようなお店で、うん、たまに三品茶が出てくる時あるけど、うん、ほとんど年に1回も当たんないね、三品茶は。ほう、うん、他には何か飲み物ありますか？他にはオリオンビール。オリオンビールもね、やっぱり沖縄だなっていう感じしますね、うん、うん、そうする。もうT シャツがやっぱり印象に先に残ってて、うん、でその後にオリオンビールの缶を見て、うん、あ、これ T シャツのやつだって思いますね。飲んだことあるの？いや、ないですよ、私飲めないんで。なんで？ダメですね。でもお酒も飲めないってこと、うん、それ炭酸だから飲めないってこと、うん、いや、お酒だからオリオンビールは飲めないです、うん、そうなんだ。そうなんです。他にはなんか沖縄の飲み物なんかないの？ボンボ先生が飲めるようなやつ。ボンボ先生が飲めるやつ、うん、なんかないですか？逆に。いや、俺自分に聞かれても分かんないよいや、でも三品茶関連でこれちょっとアニマンさんに言いたいなっていうのがあって、うん、
あの沖縄のお友達がまあできたんですね、うん、でその方の家で遊んだ時にあのお茶欲しいって言ったらあの勝手に、うん、あの入れていいよって言われて、うん、で冷蔵庫開けたら三品茶と麦茶、うん、両方作ってあったんですよ、うん、でもなんか感動してなんかお家でやっぱり三品茶は作らないので、うん、なんかこんな飲めるんだと思ってボトルで作ってあってなんか感動しましたね。どういうふうに作ってたの？うん、なんかお湯で入れてプラスチックの、うん、それは水出しでも OK の葉っぱだったんで、うん、水にそのまま入れて作ってましたね、うん、その子は。まあ、沖縄のアイスティーの作り方知ってる？え、知らない。特別なんですか？いや、うん、水の中にただあのティーバッグ突っ込むだけ。それで出ます？出る出る出る。大体もうおばあの家とか食堂で出てくるアイスティーはみんなそれ。100個ぐらい入ってるほらティーバッグあるじゃない、うん、紅茶のあれの紐を切って、うん、あのティーバッグだけにしてそれでティーバッグの部分だけあのそのポットね水の中に突っ込んで、うん、で一晩経ったやつ大体飲ませる感じかな。いいですね。いちいち沸かすと、うん、このプラスチックの容器がなんかどんどん古くなっちゃうじゃないですか。早くあったかいの入れて、あったかいの入れたらでしょ。そう冷たいの入れれば大丈夫じゃない。そうだけど水出しできないのもあるじゃないですか。だから水出しできないのってどうだ。水出しできない葉っぱ、うん、もあるからその場合はちょっと面倒くさいなって思っちゃうんですよね、うん、大丈夫。大体 どんなものでも水出しできます。できます。はい、はい、できますできます。必ずできます、うん、そっか、うん、じゃあそういうわけでねちょっとね CM の方1分間 CM 行ってから、後半行きたいと思います。じゃあ CM というわけで今 CM 入ってる最中です。はい、27分になったらねまた再開です。はい、そういうわけでね、コメントの方はね、この後 CM 明け CM 今1分間お届けしてから1分間お届けって言ったってね、ただ黙ってるだけなんですけど、この間でこの間放送流れてるのかな、大丈夫ですか。はあ、何分まで46分までか。ゴーヤ茶とかねあるよね。ヤギ汁飲み物じゃないよね。ヤギ汁飲み物だったら怖いね。なかなかヤギ汁も一応飲み物は飲み物だな。はい、それで残りね 10秒で CM 終わります。はい、そういうわけでね後半行きたいと思います。そういうわけで、そうですね、コメントの追加なんで、ね、コメントいただいてますんでちょっと読んでいきたいと思います。琴音さん、チューブなのでこんばんは。こんばんは、チューブなのでいつも追加拝聴してます。どうもありがとうございます。埼玉の郷さん、ゴーヤーの苗、ね、あられでやられましたということで、こんばんは。こんばんはです。ゴーヤの苗、ゴーヤね結構ね内地でね入るとね、あやすとね勝手に入るのよ、ガンガン。へー、結構大きくなったりとかしてね。うちの母親もね神奈川に、まあ神奈川というか東京というか、うん、まあ東京と神奈川の境目にいるんですけど、そこでもね庭にあの勝手に なんていうかな、捨てといたら、種捨てたら勝手になんか20個ぐらい入ってきて、近所の人にも分けてるっていう話でした。話でね、なんで俺がわざわざね、でもね東京実家に戻ってね、東京とかさ、うん、その、まあ、神奈川にあるさ、ね、実家戻ってさ、沖縄から行って、なんで向こうでゴーヤチャンプル食わなきゃいけないのかね、なんかよく分かんないんだけど。はい、そうです。はい、それから、埼玉の郷さん同じく、花笠アイスティー、そう花笠食堂のアイスティーって言って、うん、あの紙パックでね売ってますよね。一郎塩野さんでよろしいのかな、ラジオネーム一郎塩野さん、お久しぶりです。いっくんです。こんばんは。こんばんはです。はい、お豆さん、こんばんは。こんばんは。三品茶大好きです。沖縄行ったら絶対飲みますよ、うん、まあ沖縄じゃなくてもね、俺なんかも自分ももう日本全国どこ行ってもあの三品茶っていうか、今ね三品茶じゃなくてジャスミンティーでね結構ね、うん、コンビニで売ってるのよ、ペットボトルで、うんうん、でそれがね、まあ、三品茶ちょっと匂いがね強いような気もするんだけど、まあそれ買ってね、うん、結構飲んだりとかしてます、う
同じく一郎さん、ゴーヤ茶いいですね。ゴーヤ茶ゴーヤ茶じゃなくてゴーヤ茶ですよ。ヤー伸ばさないとダメですよ、はい、ゴーヤ茶飲んだことある？ないんですよ。ゴーヤ茶ってゴーヤの味全然しないのよ。別にほうじ茶みたいな感じ で、うん、飲みやすいです、へー。あとね、さっき水出しの話したけど、水出しはね、はい、あのコーヒーあるでしょ、コーヒー、うん、コーヒーなんかも普通のコーヒーの粉、あのペットボトルに水と一緒に詰めておくわけ、うん、でその次の日ろしでこすとちゃんとあの水出しできますんで、美味しいですから、ぜひやってください。一晩置いておくとね、めちゃくちゃね、ただね、あのカフェインが強く出るもんだから、あの飲みすぎに注意してください。はい、うん、本当にあの慌てて飲む、慌ててっていうかね、水出しにしてね、飲みやすいからガバガバ飲むとね、あの心臓ドッキンドッキンしたりするときありますから注意してください。ちょっとおすすめです。はい、他にもね、沖縄の飲み物っていうとね、あれ知ってる？玄米。玄米わかんないです。ミキわからない。ええ玄米とミキ知らないの？うん、今度飲ませるわ。じゃあ頑張って全部飲んでね。わかりました。苦いですか？苦くないよ、甘いよ。甘いんだ。甘いよ。すごく甘いわけじゃないけどあの甘酒って飲んだことある？あー、うん、甘酒とか、なんとなく、はい、なんだろう、酒粕の、うんうんうん、ああいうやつ。うん、作り方がすごい。作り方がえぐい。お米の粉をお湯で溶かして、うん、砂糖入れたもの、うん、へー、うん、簡単に言うとそうなんだけど、もうそうじゃないんだけど、まあ、玄米っていうのはそれを玄米で作ったものって感じ。ミキっていうのはそれを白米の粉で作った感じ、うん、だから、なんだろう、飲む なんだ飲む点滴みたいな感じで書いたんだけど、うん、うん、あー、夏とか、いや、水分出ちゃった時とかですかね。どうなんだろう、年がら年中売ってるけどね。あのスーパー行くと売ってます、玄米とかミキって。ウルマ玄米、ウルマミキとかね、うん、ウルマがついてるのもあるし、ついてないのもあるけど、缶入りのはね、大体ついてないかな、うん、うん、そんな感じで売ってますよなるほど飲んだことないんだ。うん、ないですね。沖縄にしか売ってないんですか？あれは完全に沖縄のもんだよね。ウルマ玄米って、かもうあれは会社の名前、ブランドなのかな、玄米とミキ。まあ、多分ルートビアより飲みにくいかもしれない。なるほど、うん、ルートビアよりもこれ無理っていう人多いかもしれない俺は全然好きなんだけどね、なんかね、自分なんかもっとすごいもん飲み物にしてるから、あの豆腐、うん、豆乳じゃないよ、豆腐、うん、こうギューってお皿で出しといてってことですか？豆腐あるじゃん、豆腐、うん、絹ごし豆腐、うん、やっこってあるでしょ、うん、やっこをどうするかって言ったら、やっこをジョッキの中に入れるわけ、うん、そこにココナッツミルクガーって入れて、それでもってガーッと混ぜて、それでもってクッキー飲んでるけど、一時期そればっかり飲んでた。美味しいんですかそれ？美味しいっていうか、だからそれにね、なんか小豆ちょっと入れてみたりとか。これあのなんて言うんだろう、どこなんだろうね、シンガポールとか、うん、タイとか、あとどこだろう、台湾にもあんのかな。台湾だとトーファって言って、あの小豆入れて、それでココナッツミルクと、うん、そのなんていうかな、あの豆腐、うん、で食べるやつがあって、うん、うん、あとチェーとかいう名前でね、どこだったっけね、インドネシアかな、タイとか、でいろんなとこで、あの金魚すくいのさ、金魚取った時の袋あるでしょ、うん、ビニール袋みたいな、あの紐ついてるやつ、あんなのにそれが入ってて、それをストローで、太いストローで2本刺してジュビジュビ飲みながら歩く飲み物があるのよ、うん、世界中どこ行っても、世界中って東南アジアだったらどこでもあるんじゃないかな、うん、そういう飲み物を作ったりして飲んだりとかもしてるし、沖縄お豆腐美味しいからね、結構ね、その飲み方美味しいんですよ。そうなんですね。ココナッツミルクに負けなくて、ココナッツミルク飲むって自体普通の人あんまりしないもんね。でもね、うーん、ココナッツミルク、うん、まあ、健康に気を使ってる女性とかだったらなんか飲んでるイメージありますけどね。なんか絶対なんか、うん、絶対なんかファットじゃないの、ハイカロリーハイファットじゃないのだけどなんかココナッツミルクは飲んでるイメージありますけどね。ある、うん、俺ないな、なんかココナッツっていうとなんかもう絶対になんか、うん、なんかすごくカロリー高くてなんかファットになりそうベリーファットって感じがするけどね、うん、
あと沖縄の飲み物な何かあるかな。何かな。さっきあのツイキャスの方ではなんかヤギ汁って書いてあったけど、ヤギ汁は飲み物じゃなくて食べ物ね、うん、味噌汁も食べ物ね、味噌汁はむしろおかずね、うん、そうですね。あとの青森か、青森、青森飲まないの、ね、島酒。いやもう私それ飲んだことないですね。あ本当に、うん、お酒が全然ダメなんだっけ。そうなんですよ。こういう会話するってことは普段どんだけ会話してないのかっていうのはよくわかるね、うちらね。ね、番組以外での会話がほとんどないからね。そういう、うん、まあ今日はね、収録放送ということでね、うん、お届けしていますけども、うん、沖縄の飲み物ね、皆さんもね、なんかね、沖縄の飲み物、なんかこういう飲み物あるよとか、ああいう飲み物あるよとか、うん、意外とね、日本中の人が沖縄にこういう飲み物あんじゃないのって言いながら聞いてくるのがあって、うん、何かっていうとヤシの実。ヤシの実のほらジュースとかさ、ほら、うん、なんかあるじゃん、あの分かるかな、中華街とか内地だとほらそういうね、なんていうの、あの観光地みたいなところで売ってるじゃない、ココナッツね、ヤシの実のジュース、だから沖縄なんか来るとヤシの実のジュースとかあるんじゃないのってみんな思ってるんだけど、全然ヤシの実ジュースなんかないよね。うん、見たことない。沖縄でね、僕ヤシの実ジュースとかココナッツジュースとか飲みませんからね、うん、だからそういうところね、結構あの内地のイメージであるんだけどないっていう。うん、あとあれだよね、意外とさ、そうそうそう、南国の果実の飲み物が少ないよね、うん、意外と少なくない、バナナジュースとかさ、うん、パイナップルジュースとかさ、意外と少なくない。え、それ屋台でってことですか。屋台でじゃなくて、だから普通に売ってないでしょ。うん、売ってないですね。屋台でって、屋台なんてある沖縄に。だからそういうなんかフードトラックみたいな、うん、そういうので。いやそういうのじゃなくて、だから一般に、一般的にバヤリースパインとか結構あるんだけどね、バヤリースマンゴーとかあるけど、うん、普段からね、だってどこの自動販売機にもマンゴーとかパイナップルってないでしょ。そうですね。でしょなんかカンカンのアイスティーとか、うん、そういうなんとかティーがめちゃくちゃ多いですね。そうそうそう、紅茶が多いよね、コーヒーよりも紅茶が多いよね、うん、なんでなんか紅茶感多いよね、アイス、うん、ペットボトルでもそうだし、そうペットボトルもそうなの、レモンティーとか、でアイスティーだ、レモンティー、アップルティー、うん、アップル&レモンティー、ストレートティー、ノンシュガーティーとかなんとかすごいね、うん、1つの自動販売機で4種類も5種類も置いてあるもんね、そういえばね、うん、それプラスウーロン茶と三品茶が入ってるんだよね、うん、あと日本茶となんでですかね、お茶文化だよね、沖縄そういえばそうだよね、お茶文化だよな、やっぱりすごいよね。うん、あと下手すと自販機でね、ウッチン茶売ってる時あるしね。え、何ですかそれ。ウッチン知らない、ウッチン、ウコン。わかんない、ウコンのお茶、ウコンのお茶、ね、ウコンのお茶なんですよ、ウッチン茶があってね、美味しそう。私それ苦いお茶好きなんですよ、うん、ちょっと苦っぽいよ、うん、ウッチン茶苦いです、はい、はい、なんか背後霊が来たんだけど、背後霊が大丈夫でしょうか、はい、そういうわけで、え、残り時間まだ3分ですね。あ、もう終わってます。終わってます、はい、あ、本当、はい、じゃあそういうわけでまた来週じゃあ、編集が入るそうなんで、この辺は切れると思います、きっと。そういうわけでまた来週、はい、またのあれ40分までなかった、今日10分で始めてる、そっか、36分か、36分か、はい、じゃあ今の最後のとカットしておいてください。ちょっと確認しましょう。大丈夫か、切れるペースの調整で多分いけると思う、うん、ピッチで、ピッチから切ってよ最後今見てたけど45秒ぐらいだから誤差はそれからまた来週っていうか、あと20分後に生中継始まりますんで、よろしくお願いします。